いやー、ゆるガクトハウス、2泊3日、無事終わりましたね。ああ、はいはい、ゆるガクトハウスね。うん、あの我々、ゆる言語学ラジオのフランチャイズプ,ラ、はい、プログラムですね。そうですね。はい、同じようなゆるなんとか学ラジオやりたい人を集めて。うん、うん 予選を通過した精鋭たちだけを10人集めて新番組を千葉県鴨川市の海の見える場所で共同生活をしてもらって気の合う仲間を見つけてラジオを始めてもらうリアリティーショーそういうものを無事にね先日収録終わりまして楽しかったっすねいや呼ばれてないっすいや呼ばれてない呼んでないことないよ呼ばれあ呼ばれましたっけ呼んだよ呼んでめざまさん来る予定だったはずだよ そうだ、僕、うんあの、コロナになって直前にキャンセルしました、<laughs> そういえば。<laughs> そうでしたね。そうでしたね。そうでしたね。呼んだんですよ。ですよ。本当に関係各所の皆さん、本当に申し訳ございませんでした。本当にすいません。あれね、裏側で、水野さんがここに入るから、ハイエースでかめのやつ借りないと、ちょっと人数ギリギリ入んないな、みたいな。水野さんが、もし人数があと1人少ないんだったら、こっちのちっちゃい車でいいんだけど、水野さんが乗ってっから、でかいハイエース借りちゃおうとかね。はいはいはい。でかいハイエース借りたりとかした結果、あいつこのエンド。 <laughs> ちょっと悲しい気持ちになりましたね。<laughs> いや僕だって大変だったんだからマジで。誕生日がね、八月三十一日だったんです。僕、うん、あの今年は誕生日八月三十一日に迎えたんですけど、あのー、その日今。 熱一番出てたんですね。ねうん、熱ピーク8月31が <laughs> 誕生日とコロナのピークがドンピシャでハマってしまったと、はい、で一番仕事忙しいです、ね、<laughs> 最悪最悪の3つが育ったね在宅勤務で、うん、ちょっとでもこうね迷惑かけたくないなみたいな、うん、俺別に熱とか出てても全然仕事とかできますけどねみたいな <laughs> はい、はい、ちょっと万有によってブルブル触れながらこ原稿を家で帰ってました <laughs> そうやって強がっちゃうタイプなんですね水野さんはね。はいあの 猛暑かと思ったらただ単純に汗が止まらないだけで普普通通に気温はでしためっちゃ暑いじゃん今日とか言って寝汗がすごくてバカだなあとね本調子に戻ってないのかなと思ったのがさっき水野さん説明する時にいつもの縦板に水のしゃべりで今年は誕生日8月31日に迎えたんですけどって言ってていや去年も迎えたと思うけどな。 どうし今日調子悪いかなっていう感じが伝わってきましたね。ボケたつもりでたんですけど拾ってもらえるつね。あれボケてたんですけどちょっとさりげなさすぎてこれどうしようかなでもツッコむとこじゃないのかなってスルーしちゃったんですけど失礼しました僕の調子が悪かっただけです。コロナ後遺症ではない失礼しました。我々視点ではですねゆるルガクトハウスの撮影がもうほんと1週間前にちょうど終わりまして準備にてんやわんやみたいな状態なんですが。ははいい まあね、優秀なスタッフを入れまして。俺ですかあ、違います。<え> <laughs> あ、だって一番無能なスタッフ肝心な時にコロナ感染していないって <laughs>。あれ家からいろいろ指示とか皆さん出しませんでしたっけ <laughs> 堀本くんここ動いてみたいな。全く出してないですっ<て>っあ。水野さんがやったことといえば2泊3日で一番天やわンやしてる時に、<laughs> あ、堀本さん、そういえば AirPods Pro 堀本さんちに忘れたんで <laughs> 郵送してくださいっていうクソみたいな指令を送ってきた。<laughs> 今それどころじゃねえんだよって <laughs>。 あなたがやったことそれだけだったんで、一番役立っつ。あ、そうでしたっけ。すみません。なんなら足引っ張ってました。あれですよね。僕が来れなかったわけだから、リスケしてこん、なんか来週とかに。いう訳たす、実際やるんじゃなくて。っていう仕組みではなくてですね。プロジェクトリーダー、僕じゃなかったのか。そうか。違うんですよ。あれね、もう宿とかね。もう二泊三日で八十万とか払い込んじゃってるから。キャンセル料えげつねんだわ。リスケとかできないんだわ。参加者もみんな忙しいから。僕の妄想だと、僕なしでは回らないプロジェクトチームだと思ってたんですけど、違った。 円滑に回りました。<laughs> いや、危なかったですね。水野さんに役割があんまりなかったのが幸いでした。神の廃材。天の廃材ですよ、ね。<laughs> 奇跡いいでしたね。本当に。そう、あのね、われのタイムテーブルあったんですよ。<laughs> この人こういう動きをするっていう。はいはいはい、あ、えっ、ー、と、それスタッフも。あ、そう、スタッフも。スタッフも、だから、僕は、僕で、その司会したりとか。うんうん、そのラジオの審査したりとかっていうの、ギチギチに入ってて。で、他の撮影スタッフも、みんな、この人はこのカメラについて、これをやるみたいな。タイムスケジュール、ギチギチだった。 俺、8面ロッピの活躍したんじゃないかね、たスケジュール水野さんのタイムスケジュールだけ、適宜ラジオを聞きながらコメントするしか書いてなくて、期待されてない。一つも期待されてない。その結果、いなくても別に大丈夫だったっていう、奇跡起きましたね。なかのスタッフさんは全員大丈夫だったんですよそうです。全員大丈夫です。いや、みんなの役を僕が引き受けたとも言えるあそうだわ、瞳悟空という一番大事な役を話してくれたんで、そうです。全然 でそんなゆるがくタウエスなんですけど、てん、はいまあ、やわんやの日常を終えまして、うん、この優秀なスタッフさんがですね、もうなんとエピソードゼロ、うん、ティザー映像って言われるようなやつですかね、はい,はい、いわゆるそのバチェラーみたいなやつのあおり、なんかすごいかっこいいこと言ってる参加者たちを一人ずつ抜いていくみたいな、うんうん、あれがですね、もう無事完成しまして、はいはい。今,日今の段階でもうわれわれの手元にあります。お<ー>この手元にもうある うん、映像水野さん見てくれましたはい見ました見ましたどうでしたあれなんかさすごいね、うん、あのバックになんかおしゃれな音楽かかってるしさそうなんかあとドローン使ってなかったドローンもね使ってんの <laughs> えじゃあ当日現地にドローン操縦士さんみたいな人がいたってこと？そうなんですよ。すごいね。これねびっくりしたんだけど。な海わー。そう海わー走ったりとか、そのやってるゆるがくとハウスの会場、会場をザー煽ったりとか。うんうん。フィザーエイには使われてないですけど、参加者全員がベランダに出て、それを上から撮ってるエモいエとかもちゃんと撮って取ってもらったんですよ。はいはいはい。あの同席したかったですね。すごく惜しかったね。惜しかった本当に惜しかったね。来世に来たい。でちなみにね、あのドローンこれ撮ってくれた。 <人>うん、ドローン会社の社長を直々に来てくれて <laughs> なんで撮ってくれたんですけどすドローン会社の社長が「ゆる言語学ラジオ」大ファンへえ<ー> <laughs> マジで大ファンで僕がいないことによってモチベーションが低下して質が落ちたりしなかった <laughs> 大丈夫ですかめちゃくちゃ精力的に動いてくれてて <laughs> そうですかなんだったら僕らはもう昼飯食ってちょっと遅れて行ったんですよ はいはい、そしたらもうその時にはもうバキバキドローンばんばん飛ばしててあもうすでに海とかばっちり取っときましたみたいな感じでめちゃくちゃやる気あって <laughs> <ー>すげえありがてえってなりましたねであとなんかさ、うん、俺もう一個印象的だったのが顔だけ見えないようにしてさ、うん、ガチャってドア開けてさスーツケース持った人入ってみたいなさ、うん、これ誰が受かったんだみたいな謎をあおる感じのやつありましたよね。 的確に模倣していいるなと思いました、ね、そうですね、まあ、みたいな、うん、あのいっぱいすげえいい演出の話は尽きないんですが、はい、この動画すでにもう YouTube にアップされてまして、はいはい、見れるようになってるんですよ。どこで見れるんですかゆるガクトハウスの YouTube チャンネルの中で見ることができますので概要欄に動画が貼ってあります。うんうん だからねこれ一旦ここで見てもらうとみんないいかもしれないですうん。見てもねほんと想像だけが広がって <laughs> こう何もねなんていうんですかねこな気になるんだけど <laughs> ちょうどだからもうティザー映像としてちゃんと役割を果たすいい感じのものをね予選でみんなが一生懸命こう。 いやまあ、出し切ったんでそ,うそ,うそうこれで落ちてたらもう悔いないっすねあのコメント別に合格者の方が確定したってわけ,、ね、わけじゃないですもちろん予選終わりでみんなが喋ってる様子を撮ったっだから実際に映ったのはあのドアがジャって開けて顔だけ映ってない革靴のあの男性だけです、ねうん、そうですそうですあじゃあ誰かわかんない、ね、誰かわかんないん足だけ映ってるあの演出あれが誰なのかを皆さんぜひ確かめてくださいというティザー映像、ねうん、あれパキナさ,さんじゃないんですか <laughs> ことでおなじみの、はい、インターネット特殊文化学ラジオのパキナさんは2、はい、二次予選で落ちてますんで <laughs> そっ<か>延々ね1時間肛門の話をしていたことでおなじみの。<laughs> <laughs> さんは脳内世界で完結する究極のメタバースがやってました、一次予選の時にね、ただのキャットからのいろいろと。で、二次予選に関しては、候補者40人中、唯一、YouTube にバンされそうだからっていう理由でアップされなかった。ということでおなじみの僕の有料ノートとサポーターコミュニティだけこっそり公開したんでね、課金しないと見れないという状態になっていることでおなじみのバキナさんは落ちてるんで、あの人ではないです。なるほど リリアリティショーみたいなドキュメンタリーみたいなのを結構マジで作っている映像作家さんに入ってもらいまして、うん、その人が編集してるんですよ今回だからめちゃくちゃかっこよく、うん、リアリティショーだーっていう編集されていて、うん、めちゃくちゃテンション上がりました、ねうん、もう完全にリアリティショーとして見ちゃいましたもん、ね、<laughs> もゆる言語学ラジオの延長線上だと思っては見てなかったですから、ね、そうなんですよ僕もあの僕が最初の趣旨説明してるんですけど、うん これは、ね、そう。相方探しの場でもあり、研鑽の場でもあります。うん。僕と水野が初めて会った時にラジオ一緒にやろうぜってなった。うん、あの。 熱い空気感を皆さんもやってくれることを期待していますみたいな、うん、なんか偉そうなこと喋ってる言ってました偉そうでしたすごくだから僕あれ喋ってる時はすごい恥ずかしかったんですよ、うん、俺何をこんな偉そうに言ってんだろうと、うん、JYP 気取りかと、うん、いうことをすごく思いながら喋ってたんですけど編集されたもの見たらおおすげえカリスマ司会者じゃん <laughs> <laughs> 確かにね。<laughs> って思いました。編集の力ってすごいな、ね、あれ。カリスマ感ありましたね。ありましたね。びっくりした。ちょくちょくね、挿入される、なんか堀本さんのコメント見たら、いちいちなんかね、鼻につく感じでよかったです。<laughs> <laughs> えダメ僕 JI パークやれてなかったしできてないですできてない実績が全然 JI パークと伴ってないです <laughs> はいそうかちょっと早かったなまだこれやるの10年後ぐらいだったらね多少貫禄ついたかもしれないですけど、ね、そうね実績ないのにねそれやったら本当にあに自分の経験何もないのに <laughs> あの OB 訪問を受け付けますよとかあの僕にインタビューしたい人いいですよっていう人と一緒ですから<ー>多いっすねそういう人、はい、あのコメント欄で調子乗るんじゃないって皆さん書いといていただければちょっと今後僕調子乗らなくなりますんでぜひよろしくお願いします今回 我々のコンタンとしてはぜひ皆さんヨルガクトハウスを見に行ってチャンネル登録してくださいねと見てくださいねっていうことを言いたいんですが残念ながらですねティザーの演出についてさっき喋りましたはいつまり誰が受かったかまだ分かんない状態でみんなに見てほしいんですよなぜならテラスハウス的なやつやるから最初にガチャッそう1人目が何も知らずにガチャッと入ってきてあ誰もいないみたいなじゃあ座っていいのかなみたいな でソファ座って、うん、不安げにしてたら10分後にまたガチャッと入ってきて「うん、おおこんにちは」って楽しそうっていうやつ楽しそうっていうやつやってたんですよ <coughs> だから「あな何とかさん受かってたんすね」みたいな「あまあやっぱりでもあれ面白かったですもんね」みたい「いやいや僕なんで全然っすよ」うんうん、みたいな予選の動画の話でこう盛り上がったりとかはい、はい、あとね一人ずつ入ってくるせいで自己紹介全員にしなきゃいけなくなるみたいな <laughs> まあみたいなくだりがあったりとかして、ね。はいはい っていう演出でやってるんで残念ながら具体的にどういう人の何がっていう話があんまりできないんですよね。ので今回はねどちらかというと制作側の裏話をしゃべってはい、はい、こんな裏側ではトラブルがありましたよみたいな話をしてうん、うん、それでみんなを見たくさせようっていうはい、はい、そういう魂胆ですね。うん、だからメイキングのややつ先やっちゃうって <laughs> 順序としては逆です、ね、普通これ最後にやるやつですけど <laughs> はい、はい、最初にやっちゃおうっていう発想でございます、はいはい、本当はね一人ずつお互いでネタを持ち寄るつもりだったんですけどね、うん、私の方はもち寄んたいっさありませんので <laughs> 自宅療養の話しましまょうか, <laughs> かあそうですねだから僕は裏話を一個ずつ出すんで、はい、水野さんは高熱あるあるを個ずつ出してきてもらう <laughs> かりましたあと自治体から届いた食料良かったとかうう、ね、ごめんあの全部いらないです,いいです全く必要ないですその話カかとしてもいいでしゃべってもいいんですかそれはあのいやでもやめてください編集スタッフに余計な負担をかけないでくださいわ <laughs> かりましたはいまずコロナになった時に <laughs> やめろって <laughs> <laughs> ちょっと俺が最初何からしゃべろうかなって悩んでる時にコロナの話すんのやめて その大変だもうも結構みんな喋っちゃってるからいろんなとこで結構珍しいですよねコロナになった人って今の時ねもうめっちゃいるポッドキャスター死ぬほど喋ってんねん公開されてる頃にはいっぱいいるねすでにいるからもう感染流行り始めて何年経ってんだよもう感染者としてクリシェですか感染はもうクリシェです日本人クリシェですってかあか地球クリシェです地球人クリシェなんでその話面白く危険の火星人とかなんでちょっとやめといてほしいでまはいすいません さっきも話題に入ったんですけど音楽めちゃくちゃかっこいい音楽が後ろで流れてるんですよねこれね作ってくれた人すげえ腕利きの作曲家の方でジャニーズとかの曲も作ってるらしいですマジでやばっマジで実すごくないですかっていう人がバキバキにかっこいい音楽を作ってくれましてインストゥルメンタルの曲ってことですねそうですねでなんでこれが入ったことによってグッとリアリティ召喚て <laughs> 一気に上がってきたんで確かにリアリティーショーもかかってますよね、うん、BGM みたいなのあそうですねありますあの主題歌とは別であ,りますよ、ね、あるあるあね多,、はい、多分オリジナルの BGM みたいなのあるんじゃないですか、うん、あのいかんせん僕らリアリティーショー知識がなさすぎて極めて曖昧な状態で喋べってたんですけどないかもしれないですねちなみにそれで思い出した「ゆるがくとハウスあるある一個言っていいですか?」って言って入ってきて、うん、最初のアイスブレイクで喋ってる時に、うん、いやでも本んなんか海沿いのすげえいい物件ですね テラススハウっっっっぽいっすねてて言僕テラスハウス見たことないんすよって参加者が言って「あ、うん、マジっすか僕今日のためにちょっとだけ見てきました」あ僕もです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 」全員 <laughs> これあるある <laughs>。習してきたんですねだからもう「ゆるがくとハウス最終審査に残る人はテラスハウス見ないがち」<laughs> でも予習で一応ちょっとだけ見がち <laughs> これあるあるんです。ああ、でも俺もやっちゃいそう。自分がもし最終選考残ったらね。<laughs> みんな同じことしてますね。はりますよね。はい、僕もちなみにちょっとしか見たことないんです <laughs> え。制作スタッフ全員ちょっとだけ見たでしょ <laughs> あのね、多分全員ちょっとだけ見たことあると思います <laughs>。だからぼやっとしたテラスハウス感で制作会議もずっと行われてました。<laughs> 多分なんかこういう感じだよねテラスハウス館。さー知てこいよ、それは。<laughs> まあなんで、すげえバキバキにいけた音楽が入ることで、うん、ぐっとリアリティ召喚が。多分テラスハウス感がめちゃくちゃ出てますんで、うんうん、こちらもね、合わせてティザーで。 皆さん確認していいたただきたいですとかさ、うん、さっきも言ったけどいい物件取ったりとかさはい、はい、映える物件取ったりとか腕利きの人に音楽作ってもらったりとか、うん、ちゃんとした映像作家に来てもらったりとかね、うん、した結果ですね、はい、めちゃくちゃお金使っちゃった。<laughs> めちゃくちゃすごいでしょうねあの。スポンサードバイスポティファイでやってましてですね、うん、ゆるガクトハウスのソファーとかに、ちゃんとスポティファイのクッション置いてあったりとか、うん、テーブルにスポティファイのネオンサイン置いてあったりとかしてですね、うん、あのちゃんとスポティファイのお金もらってたんですけど、使い切りまして、は <laughs> ははいはいはい、はいえー、それどころか倍ぐらい使っちゃいました <laughs> 赤字ですね、今のところは。<laughs> 豪快に使っちゃったんですよ。うんうん、だからねもう あのこのままいくと赤字まっしぐらなんで、うん、みんなぜひねこのティザーは見てね。<laughs> 高評価とチャンネル登録とね、あと友達10人に進めてほしいですね。あまり宣伝の時にね、同情をあ煽るってあんまりしないと思いますけどね。初めから見てくださいって。<laughs> 二流すぎてびっくりしました、今。これね、やってはいけないとされるやつになっちゃいましたね,、はい、ね。クラウドファンディングでしか見たことないそういうの。はい。ちょっとじゃあ、全権撤回しまして、はいはい、全然懐事業厳しいとか全くないんですよ。うん、そういうこととか全くないんで、じゃあ僕らやっぱスタイリッシュにやっていくんで、いけ、うん、てるもの作ったんで、皆さんぜひ見てください。 あ、そう。良さがわかるやつだけ見ればいいみたいなね。そう、制作物に自信があるから堂々としてる、<laughs> 堂々とみんなに見れてねって言ってるだけですけど、まあ別に見てよくないなと思う人はセンスがないんじゃないですか。はい、<laughs> そういう感じでお願いします。<laughs> <laughs> 赤字今いくらぐらいですか。<laughs> 赤字いくらぐらいだろうな。車とか買えちゃうぐらい。車はね行けるでしょうね。<laughs> 車はいけますね。うん <laughs>、あのそこそこ軽じゃないやつ行けます、ね。<laughs> <laughs> <laughs> 楽しみですすね <laughs> 今後どううななるかそうなんですよ、はい、でよもやっぱねこだわりある良い制作陣に恵まれたなと思ってましてあのー、我々の忘年会イベントのバキバキに凝ったメインビジュアルあったじゃないですか。ああはいはい違う違う白い背景にね、うん、白と黒しか使ってない<う>二色ずりみたいなモード系の感じのねやつに我々口を開けて、うん、目かっぴらいてるやつ、ね。 く上に黒い謎の球体が浮いていて髪の毛が水平に伸びているっていう謎のビジュアル動画で出しましたけれどもこの間、はい、あれのディレクションをしてくれたアートディレクターが、うん、今回もアートディレクターとして入ってくれておりまして<ー>バキバキにこだわってくれてました、はい、あの参加者合格した10人の方全員、うん、横に一列並んでこう髪真っ黒に、ね、横に並べてるみたいな感じ <laughs> だとしたら起用しないっす。<laughs> 参加する人すべてを髪型を水平にしちゃう人だとしたら <laughs> もうそいつアートディレクターじゃないんですよ髪水平セットマンなんですよ <laughs> そんなやつ起用しないんですよ世界観が出来上がりすぎてますねそれは <laughs> そいつは役に立たないんで <laughs> 今回はちゃんとドキュメンタリーとしてうん、うん、いい感じに仕上げるようにめちゃくちゃ気使ってくれましたおお楽しみですね一人で4カメラ回してました <laughs> えどういうこと、4カメラ回すって、<laughs> 定点でいっぱい置いてる、三脚で3個ぐらい見ながら、1個手持ちカメラではいて、すごい動き回って、大変そうだなうわ大変ですね、すげえな、そなんなできんの <laughs>、うん、大パニックになってました、ね。でしょうね、ああ、やばい、やばい、バッテリーとか切れたりしませんでした <laughs> あのね、その話も今日したくて、はい、編集スタッフでさ、めちゃくちゃ優秀な大学4年生の編集してくれてる子がいますけど、うんはい、彼を手伝いとして呼んだんですよ。うん で手伝いとして呼んであんまり役割明確に決まってなかったんですけど僕みたいな状態ですね <laughs> そうですねはい、はい、でもまあなんかあの雑用してくれっていうことで、うん、人手はいるからっていうことで呼んだんですねそ、うん、したら最初にその SD カード、うん、カメラでもめちゃくちゃずっと動画撮ってるんでその SD カードすぐいっぱいになるわけですよ、はい、でそれをちょっとデータ移すのをよろしくっていうのをそのディレクターのやつから、うん、習ってたんですよ、うん、指示を受けてこのパソコンに移してバックアップでこのハードディスクにも撮ってみたいな、うんうん で分かりましたって言ってそれやり始めたんですねしたらこれさ会社とかでもあるあるだと思うんだけどさ1人の人間がとりあえずスキルを習得したらさ、うん、その仕事全部そいつに行くじゃんああはいはい <laughs> あいつはこれできるやつだって認識されるから、うん、その結果2泊3日常に SD カードからデータを移し続けていて <laughs> バックアップマン <laughs> バックアップマン <laughs> だからもうずっと「これこれらしくっす」これらしくっ,すって言ってそんな頻繁に来るの,のだから7個ぐらいのカメラ上司回ってるから <laughs> ああでバックアップ写すのにも結構時間がかかってるからそう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 ちゃんと分けないといけないから、うん、そのいつの何なのかちゃんとラベルつけてないとわけわかんなくなるから <laughs> はい、はい、これは1日目夜の雑談ラジオを撮っている時の三日目ですみたいな感じで SD カードに名前つけながら全部写すっていう作業があって。 延々、うん、それやってて2003日,200日厳しいな <laughs> 大変だなと思ってだから真ん中の1日とかはもうほにずっと1日中それやってるってことですよねそうですね頭おかしくなる <laughs> だからバイト代は出すんですけど、うん、飯とか奢った方がいいな <laughs> 別でうまいものとか食べさせてあげようってなりましたねだからね演者の方と一切絡みなくひたすら裏方で映うし続けてるわけでしょうデータ打つ続けす <laughs> だしさ、うん、その多分エンドロールみたいなさ、うん、スタッフロールみたいなところに、まあ、僕とかそのディレクターとかは名前載ってるわけですよね。僕はどうですかええー、っとススペシャルサンクス自宅療養者 <laughs> <laughs> 自宅療養者として載せときますねじゃあスタッフロールの一番最後に自宅療養者ミスの大吉 <laughs> あ、これいいですね。不明を。エンドロールの落ち。やっぱやっぱ大丈夫です。やっぱ大丈夫です。ええ、大事でしょう。乗りましょうよ。ちゃんと。必要ですから。そうか。まあ、ということでね。そういう、その、ずっと、SD カードからデータ移してたみたいな人はさエンドロールにも乗らずにさあ、可哀想だなと思って。なんか、僕、あまりに不憫だから、エンドロール乗せてあげたいなと思って。メディアアドミニストレーターみたいな。 謎の肩書きで載せとこうかなと。ハイパースペシャルバックアッパーみたいなやつやろうかなと思ってますんでこちらもですね全エピソード15とか多分見終わった後のエンドロールとかで分あの最後に謎のスーパーメディアアドミニストレーターみたいな肩書きの人がいたらあいつだって思えると思います僕もなんかマイホームキーパーとかな感じのレースでそれでいこうマイホームキーパーとしてなんかそんな漫画あるよなマイホームヒーローみたいな。 感じでいきましょうか。はい、よろしくお願いします。えっと自治体から届いた食品で言うと <laughs> レトルトのね。カレー、これが意外とね具が入ってなくてつらいです。<laughs> あ、でもそれ面白いそうなの。はい そこを使わないんでやめてくださいって言おうとしたけど <laughs> えよ自治体から来るレトルトカレーって具入ってないですか僕の自治体のところはそうで <laughs> えなんでだからあのご飯もめっちゃ届くんですよはい、はい、ご飯めっちゃ届いてカレールーも届くんですけどはい、はい、温めても本当にただルーをかけただけだ <laughs>、えっと、なんでですか安いから あーそうかそのだから有名なカレールーみたいなの来ないわけですよ、うん、もう箱にも入ってない銀色のただのパックみたいなのが来て <laughs> あ,あそうかじゃあコストを極限まで削減したカレーなのかでもね,でもね、うん、お菓子とか入ってるんですよそのくせ、えー、そう。 とかウィ,ダウィダーじゃないね今インゼリー、うん、とか入ったりしてて豪、うん、豪華華なな部分は豪華なのよへえ不思議なの,なのカレーはねいまいちでしたねへえまあだからあれでしょうねそのカレーに具を充実させるとかよりはお菓子みたいな、うん、ちょっと贅沢しちゃうぞみたいな気持ち面をケアしたそうかもね とというこでしもね、物量もすごかったよ。だってご飯のパック12パックぐらい入ってた。じゃあ、おかしいな。そう、カレーもちょっとね、力入れてほしいなと思いましたね。やっぱお菓子でさ、テンション盛り上げるこれ、盛り上げるこれ、使われない前提で喋りってた。あのね、めっちゃ上手につながるんで、これ、つなげさせてほしいんですけど、やっぱお菓子とかをちゃんと入れるのってテンション面のケアだと僕は思うんですよね。 これってつまり人はパンのみに生きるにあらずはいはい出ましただと思うんですよはい死ねくどきの代表例はいどうぞ人はパンのみに生きるにあらずってさ俺らの認識さ死ねくどきの代表例だなぐらいじゃん死ねくどき定義ですねはい、あのある物事ね、説明す,、ね、するときにその代表的な一個の例とかを使って代わりに代替することですね、はい、まずいなもう二杯目だから酒死ねくどきは大丈夫なもんだと思って喋ってしまった <laughs> ではないです全然、はい、<laughs> そうですね飯っていうのを代替するためにパンって言ってるっていう話ですね、はい、そうですね他にも 桜を見に行くのに、花見っていう、そういうことま、ね、<laughs> そういうやつがあります。の死んでいく時の代表例だなぐらいに思ってますけど、うん、あれ、どういう文脈で。 使われたか知ってますすあ,あれですよねなんか娯楽が必要だみたいなさなんかさ、うん、パンとサーカスみたいなあるじゃないですか、うん、あ古代ローマのねのそう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 ,そうなんかだからパン飲みに生きるんじゃなくてなんか娯楽とかないと死んじゃうよねみたいな話じゃなくて、うん、僕もねそんな程度の理解だったんですよはい、はい、なんか芸術とか見なきゃダメだよねみたいな、うん、美術館行くぐらいの余裕がないとダメだよねって思ってたんですけどはい、はい、どうも違うらしくて<ー>これ工場を対象にした生産性の実験の論文、うん、え 有名な論文の中で使われた。ああ、だからこの究極の出典は違うのかもしれない。はい。究極の出典は違うのかもしれないけど、そこで使われて有名になった文句らしい。へ、うん、ですよ工場で働く人がパンだけだったのに、その効率上がんないみたいな、うん。あの、水野さん、抽象化って言葉知ってますはい。はい。はい、<laughs> パンだけ工場労働者に食わせる実験はダメなんよ。<laughs> え生産性の実験で、うんうん、労働者にパンだけ食わせ続けてみようとかやるやついないよ、<laughs> 学者で。 <laughs> これはねよくないですねはい、はい、好きなもの食べる権利がありますから労働者にはこれ何かっていうと <laughs>、うん、そのどんな施策を工場の労働者にさせたら、うん、生産性が上がるか、うん、なのでちょっとこういう配置買いしてみようとか、うん、どういうものが一般に効果があると言われているような10個ぐらいの施策を、はい、いろいろやってみて、うん、どれに効果があるのかなっていうのを試したらしいんですよね。うん その結果の実験その実験の結果が意外らしくて衝撃だったのでいろんな本で引用されるようになったんですけど知ってますいや全然わかんないんかねいろんな本に書いてあるらしい僕も初耳だったんですよこれゆるガクトハウスで参加者が雑談会で喋ってたんですけどさすが選球眼いいんですよね早く見たいな面白い話をするんですけどこれ超意外な結果で全部の施策で生産性上がったんですってだから効果が あるのかなあ怪しいなあとか対象実験みたいな,なんかこういう意味なさげな指令出してみようみたいな,なんか効果ないであろう指令出したものも含めて全部生産性が上がってつまり労働者というものは何かわかんないけど今日からこういう新しい仕組みやりますみたいな今日からこういうの工夫でやってみようとか言われると頑張って働くんじゃないかと生産性上がるんじゃないかと。<へー S 2> してはイ ピンとこないですけど。うん。僕も直感に反する。システム変えますって言われたら前のが良かったのにっていう人めっちゃいますめっちゃいますそう。だから多分文句は言うんでしょうね。うん。おそらく。その論文僕は全く読んでないですし、なんだったら酒飲みながら参加者が適当に喋ってる雑談会を僕は適当に聞いたやつを今酒飲みながら喋ってるんで、あの、全然違うこと喋ってるかもしれない。はい。非常に高いんですけど、僕の理解ではね、そこで聞いてた僕の理解としては、要は、その、文句は多分言うんでしょう。労働者は。 でも、なんだかんだそういうことがあると結果として生産性は上がっている。ああ、なるほどねえ。気づきました、僕がその論文、実は知っていて、うん、ある行動に生かしてるんですよ。えどういうことそれが、あのゆるガクトハウスを当日、ブッチするっていう施策を打つことによって、<laughs> うんうん、なんだ、あいつって言いながら、皆さんの生産性が上がり、成功した <laughs> ということですよね。確かに、何かしらの意外な工夫みたいなものがあると生産性が上がるわけだから。うん、僕だかかああの日めっっちゃ元気ででしたたけどあえていかなかったです <laughs> 実は あのね水野さんが来て何かしてくれた方がいいのよ絶対 <laughs> それはね論理破綻してるのよ来てやればいいじゃんじゃあ来ないという施策は意味不明だからそうですかマジであんま <laughs>、ね、今のはね一撃で論破される奇弁でしたね <laughs> はい失礼しました <laughs> でさ やる前はさ、うん、この企画やる前はどうせさすがにテラスハウスみたいなことならんやろみたいな、うん、そんなリアリティーショーっぽいことないでしょうけどねテラスハウスみたいなっていうのは恋愛みたいなまあ、はいはい、まあ確かにね,ね我々冗談で言ってましたけどねおじさんがめちゃくちゃ号泣してたらめっちゃ面白いですよねことを冗談で言ってたんですけど、うん、やってみたらね、うん あるわ2泊3日でまあ感情の揺れ動きあるわテラスハウスってだってもうちょい期間長いでしょ長い2泊3日どころなんずっとずっと暮らしてるあれはでようやくじゃん2泊3日でさ泣いたりさんかそんな感情揺れ動くことあるでもほらやっぱ2次プロジェクトみたいにさ何か明確に結果が出るものというかパフォーマンスを出さなきゃみたいなプレッシャーがみんなあるとやっぱりねいろいろな揺れ動きがありますねみんな具体的にははい まあ泣いいてる人はいました、ねえー、めちゃくちゃ泣いてる人はいました。へええだから、か何その悔しくてってことまあそうですね。へえ<ー>。だからすごい、ああ、リアリティショーだーと思って。で、あとね、まあ、ちょっとロマンスも。えー、ちょっとロマンスもありまして。えー、ああ、リアリティショーだーって思いましたね。<laughs> <laughs> そんなことあんのうん。早く見たい。あとね、切れるっていうのもあって。切れるマジで それで本当にラジオパーソナリティとしての責務を果たしていると言えますかと、え切れる人もいましたマジて、ベロンベロになってるからじゃなくて、あのちゃんとちゃんと切れる人もいました、ね、えそれ、相方にってこといや、あの切れてたの、僕なんですけど。お前か おいえ <laughs> え。ってことは、えっ、ー、と、<laughs> 泣いてたのもあなたで、ジ、え、ャ、ー、<laughs> ロマンスをして,て<ー>違う違う,違う,違うその蛇がさ、生殖器を2個持ってみたいなね、<laughs> なね女性器も男性器も2個持って,して、一人で6時間のかけて、そいう感じで、<laughs> ロマンスも読んできたってこと。あー、盛り上がってきたぞー <laughs> あーって一人でやってたわけじゃないです。あーでも自分のこと好きー。<laughs> ちょっと待ってそれ、責務果たしてますかってこと <laughs> 違う違う違う。それはそれで面白いな。<laughs> それはそれで面白いな。一人であー好きーあー。あー悔しい。畜生悔しい。ラジオパーソナリティとして責務受かん。<laughs> ちょっと面白いですね。司会者がぶっ壊れてるリアリティーショー。<laughs> そうですね。機能してない司会者なんですね、これ。 はい、<laughs> 面白いな <laughs>、うん、それはそれで面白いんであのそれの可能性もわずかに残しておきますの誰がどうだったとは言わないですけどて、はいはい、っていう感情の揺れ動きもめちゃくちゃにいろいろあってですね山ごとありますねじゃあよかったですねうんうんまあなんでねリアリティショーっぽさも意外と普通に楽しめるであろうというコンテンツに仕上がっていてそしておまけに 生産性の話うん、うん、人はパン飲みに生きるにあらず、うん、で実はこういう論文で有名になったんすよみたいな話を酒飲みながら結構参加者たちがしてる面白い話をしてるてよ、ねえ。あれだよねリリアリティショーっぽいよえー、と 見応えもあるっていうお話でしたけど、うん、基本的にはみんなラジオやってる様子とかが多い、ね、そうですね先行のためにみんなでラジオやっているあと酒飲みながら話盛り上がったから、うん、ブース行こうぜって言ってあ本当に実際にあったんだそれあこれねあのねそうなんですよ制作スタッフの間でもぶっちゃけ制作会議の時に不安でうんうん 俺も不安でした。そんなこと起きるから。そう、盛り上がってラジオ撮ろうぜとかならなくないって思ってたんですよ。はい。だから、その場合は促そうと思って、A さん、B さん、その話面白いっすね。ラジオブースでやったほうがいいっすよって促して。天の声みたいな感じでね。それでやらせようと思ってたんですけど、何にも促してないのに、ラジオブース常に満席だったんで。じゃあもう順番待ちとか。常時順番待ちでした。へえ、すご。そんなことあんのこれ、俺、ちょっと交代して、俺も喋っていいみたいな。 二人で喋ってって主にこいつが生産性の話してて面白いなってなって20分で一枠とかにしてたんですけど20分ぐらいでじゃあ一旦終わるかって言って終わった後でちょっと俺もそれで思い出して喋りたい話あるから延長戦していいみたいなんかすごいいろんな場面がありましためっちゃいっていうかやっぱ俺らもやりたいねそれ参加したいよこれねそうなんですよ僕ね俺も入りたいその話ずっと思ってた当日行った時乱入したいって思ってましたねえ 僕もね、乱入しようかなと思ったら、もうあの技術スタッフと審査員やるので忙しすぎて、全くできなかった、そんな,そんな余裕なかった。ね、いつかね、僕らもそれ入ってね、<laughs> ね一緒にやりたいですね。違う相方見つけるみたいなね、や,つやりたいですよ、ね。えー、えー <laughs> え、えー、私たちこれで終わりってこと <laughs> ゆる言語学ラジオもゆるコンピューター学ラジオもやめちゃって、<laughs> なんか別のラジオやる。別のとこに羽ばたいていこうぜ、はい、みたいな、ね。ゆるコロナ自宅療養ラジオみたいなやりたい、僕も。<laughs> 今だけな、それもう会話のネタ増えることないから、今後。<laughs> 今しかできんないですいや、ちょっとネタ切れたんでね、一回ちょっとノーマスクパーティー参加してきましたみたいな、えっと、現代のペッテンコーファーと呼ばれることになるでしょうねあ、ペッテンコーファーさんね。えっと、やべ、えっと、さあ、出るかペッテンコーファー、何の人が出るかペッテンコーファーとは別ですけど、あれいますよね。まさかの。なんとかメアリー、あのさ、珍しく、その人だけ感染力を持ってしまった人いまして、趙腐布スのメアリー。趙腐布スのメアリーか。うんちくでうんちくを返すなんて。 1>, <laughs> 1個のうんちくの解説を求めて今言ったのになんで違ううんちくの話し始めたんだっ <laughs> とペッテンコーバーっていうのはコレラなんて菌のはずがないって言って、はい、コレラ菌をめちゃくちゃ飲み干して、うん、めちゃくちゃ体調悪くなったことで有名な人ですね <laughs> はいはいはいいっぱいいますからねそういう人そうそう花粉症の父のブラックレイとかもそうだし最近、ね、学の父コッホが、うん、コレラって菌によって引き起こされてるんだって言って発表したらそんなわけねえだろうって飲み干して、うん、めちゃくちゃ体調悪くしたっていうほほほほっあっていうねあのそうやってコッホを覚えるんだよって言ってるおじさんがいました。<laughs> あの僕の何かの先生生物か何かの先生がそれ言ってました二流以下ですねじゃあ僕はもう本当にそうですねうちの高校にいた多分御年56ぐらいの先生と同じことを言ってます <laughs> 水野さんはセンスが56歳 <laughs> ダジャレやっぱ好きなんでね <laughs> 好きだからね、はい、しょうがないねでペッテンコファーっていうのがいてでそれとは別にチョーチフスのメアリーっていう有名な人がいてこれはウィキペディアが面白いことで言うん、うんはい、そうですね、はいはい、えと家政婦かなんか

かかかからななないいいというか体制があるる人で、うん、でも発発症症はししんすすよ、ね、そう発症しなくて感染のだから無意識にめちゃくちゃ家政婦料理するとかの仕事を繰り返して <laughs> なんか何百人とかを感染させたみたいな人ですね,ですねただ本人があなた発症しないんですけど感染力があるんですよって確か信じなかったそのせいで余計にこじれてしまった,みたいなそうだそうだ私大丈夫なんでって言ってずっと映し続けたっていうことでうですそれですごい構成ではかなり悪く言われてるんですけどでもまあじゃあ彼女のじゃ人権はどうなのかみたいな小難しい ゆガクトハウスの話していいですかどうぞどうぞどうぞ。爆速でそれていったんで話戻させていただいて何の話してたんだっけ感染力の話じゃなくて感染パーティーに行く話。ゆるガクトハウスの参加者が感染パーティーに行ったっていう話がし違う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 。怒られますから。鴨川で感染パーティーしたって話じゃなくて僕らが参加したよねと。うん。そうだそうだ。僕がゆる感染者がくらくっちゃくちゃになっちゃったな。 <laughs> もうう余計なこと言うからでしたっけよし酒飲んで落ち着いたんで、はいえー、だからブースだけずっと使われててうん、うん、結構みんな次々雑談会を喋ってくれてはい、はい、あ盛り上がってたんですよね。で、うんね、その辺も込みで見てほしくてあの耳寄り情報なんですけど、はい、この中のリアリティショーの中だと、うん、尺が限られてるからさ、うん、あの撮ったラジオって多分ね 30時間分とかあるのよ30時間さすがに米持った二十20時間ぐらいか。いやまあでもまあまあ。20時間分ぐらいあるのよ。はいはい。だからゆる言語学ラジオまあ40本分ぐらいあるんですよ。これさ、リアリティショーにフル弱ではとても入らないじゃん。そうですよね。うん、だから当然盛り上がったとこだけ使うわけですよ。ということは出てくる疑問はそれどうすんのっていう、うん、その使わなかった部分をなんとですね、はい我らがスポンサースポティファイ様ではい こフル尺のラジオも独占配信することになっておりましてこのリアリティショーの中でなんかめっちゃ面白そうな話だったけどあ3分しか使われなかったみたいな続きみたいなってなったらスポティファイさまに移動してもらえると無料ですからねチームレスに聞くことができて無料ですスポティファイ無料ですからスポティファイ無料なんですよでもさなんだかんだ言ってさ白いとでしょしかもさなんか酒とか飲んだり勢いで喋っててさ面白くないんじゃないんですかそれがねめちゃくちゃ面白い回もあります 当然ね、即興コンビだから、息合ってない時もあるんですよ。まあね、噛み合わかったな。意外とね、やっぱ、ポッドキャスト、ちょっとね、ラジオって言うと抵抗ありますけど、ポッドキャストとかって、相性がね、結構大事なんだよね。お互いが面白くても噛み合ってないこととかってありますからね、実際。そうなんですよ。でもね、だから僕はね、そこも込みで、なんかリアリティションでいおしいなと思ってて。うんうん、生々しいですよね。一人の人がずっとボケてるのに、もう一人がなんかうまく処理できなくて、 変な感じにずっとなっててでもめげないでずっとボケ続けるっていうシーンがあったんですねめちゃくちゃよかったっすねいいですね <laughs> そういうポッドキャストもありますからね実際ねボケたがりの人だけどツッコミミミチスじゃない人がねやってるみたいな一人がずっとボケ続けるとかもあってなんかそういうのも込みでねいとおしく見られるコンテンツに仕上がったと思います多分<ー>すごく面白いと思いますねはいはいおお楽しみですねということでつらつらとゆるガクトハウスの裏話とかを喋ってきました <うん S 1> はい 本当はねね他にも、ね、死ぬほどああるんんんですよ裏話うんううんしょう、ね、あの具体的には初期からずーっと編集してくれてるスタッフの大樹くんが床で寝てて、はい、僕めちゃくちゃあいつの頭を踏み抜いてしまった <laughs> 全体重で踏み抜いた <laughs> あの僕の勝手な変形ですよ <laughs>、はい、大輝くん怒んなさそう <laughs> 怒,ん怒ってなかったです <laughs> こいついいやつだな <laughs> いてってただけ言いそうあの、ね、いても言ってなくて <laughs> 爆睡してたんで全体重で踏み抜いたら、こうはーって起きて、なんか2秒ぐらい固まって、堀本さんもしかして今踏みました？って言ってました。踏んだけどわかるだろそれは <laughs>。 謝るよ、ちゃんと。大樹くん、ちょっと謝るよ、ちゃんと。めっちゃ謝ってた。ごめんね。ってか、大樹くん、床で寝てたのかわいそうすぎて。んで、主権は与えたんでしょやよく分かんない。え、あんのベッドみたい。あんのに床。そうそうそう。なんかベッドとかあるんだけど、なんかあのみんなごちゃごちゃして、機材とかいっぱいあったから、遠慮して、なんか一番邪魔にならないところで多分寝ようとした結果、めっちゃ床の隅で寝てて。大樹くん、ほんすごいよね。なんか、マジでどこでも寝れるし、どこでも生きるし、何食っても大丈夫。そうなのよ。ねでも、なんかごめんねってなったううううんんそそそだねねれはまああとかい話も腐るるほどです まあそういう話はまたの機会に置いときましてうん、うん、まあここで何が言いたかったかというとですねゆるガクトハウスこれからめっちゃいいもの上がり続けると思いますんで是非、はい、このエピソード0公開された時点でですね、うん、見ていただいて、うん、チャンネル登録高評価しておいてもらえると嬉しいですシンプルにね僕も何も見ていない本当に何も見せてもらってない状態なので,で、ね、僕も普通に楽しみなので、うん、一緒にちょっとねリアタイで楽しみましょう皆さんそうですねただね 水野さんはね、うん、これから一つ重責をなってましてはいはいはいナレーションを入れてもらいますナレーションナレーションを何のゆるガクトハウスの進行上のナレーションをえっ、ー、<laughs> あのイメージ的には USJ のさ「うん、ジュラシック・パーク」の時のさ「うん、時間それは悠久の流れ」<laughs> みたいなやつってこと <laughs> あれです あれ,ですかあれの、あそこまで難しくないから安心してください大丈夫ですか <laughs> あのー、ああいうやつ難しいね。はい。あと、ホーンテッドマンションとかね。はい、ああ、はいはい、はい。あ、違う、タワーオブテラーか。あ<ー>あ<ー>。タワーオブテラーの前室みたいなところでと、ね。はいはいはい。あの、めちゃくちゃありますよね、なんか。芝居かかったナレーションありますよね。<laughs> 私の無念はこの程度では晴れぬのだ <laughs> あみたいなやありますよね。<laughs> ああいうやつではなくて、はいはいはい、い役に入る感じはないですね <laughs> ではなくてですね、水野さんに見てもらったティザーもあれ、ナレーション入ってない状態なんで、うん、あそこに最後、水野さんのティザーが入って、水野さんのティザーはいあー、水野さんのティザーじゃね <laughs> えや俺のみで2分か。間違えた、え一人喋りのティザーはないっす。ないです <laughs> ナレーションが入って、はい、選ばれた10人の声いがみたいな <laughs>、みたいなやつ。 みたいなやつが入る予定になってますんで僕もあのスポティファイさんにね一時期スポンサーになってもらった時のね、うん、あのなんだっけ「君の声を届けよう」ンカーあれもだいぶ恥ずかしかったですから恥ずか,か、ね、恥ずかしいよそれやるの <laughs> まあなんで水野さんが恥ずかしがりながら入れたナレーションも、うん、<laughs> このティザーの見どころとなっておりますのでプロを雇い <laughs> いや、イベントですなそんなことあのねこれねアートディレクターのね久野君が言ってたことで、うんうん、はい やっぱ水野さんが当日来る予定だったのに来れなくなっちゃったから水野さんの声が一切入ってないのが寂しすぎるあ<ー>みんなそれを求めているんだということで、うんうん、必ずやそれは入れましょうという彼の強い希望で勇さんありがとう本当になっちゃったんで、はい、決まっちゃったんであの恥ずかしがらずに入れてくださいわかりましたじゃあギャラは、えー、と中古車1台分ぐらいの <laughs> K で大丈夫です僕は <laughs> そんな予算はないんで <laughs> どうかそこ手弁当で <laughs> 手弁当でお願いします わかりりまました頑張すこの後の焼肉とかで打ち上げとかで何とかし終わらせていただいてまず穴開けてるんでキャンセル量かかってるんで僕の分でハイエース買ちゃったんでどうかそこで何とかよろしくお願いしますということでね「ゆる学とハウス」はゆるる言語学ラジオのパーソナリティを搾取して作っている番組ですので皆さんも今後ね悪いイメージを植えつけるのやめてください絶対悪いイメージを植えつけるだではいわかりましたみんな見なくなっちゃうから失礼しましたこのゆる言語学ラジオそして ティザー映像、はい、同時に公開されてるんですけど、はい、これの次の週の金曜日、うんはい、10月7日からエピソード1が上がり始めますおお10月からですねはいそうですねなのでもう1週間切ってますんでエピソード1はだからガチャであ誰がスタったんだが分かるそうです一番盛り上がるやつ、ね、1人ずつ入ってくる演出がエピソード1で行われるはずですんで皆さんだから2次選考かな、うん、の回見といた方がいいですよマジで多分。うん あの推しの人とか見つけとくと、うん、多分「あこの人受かった」とか「うん、この人ダメだったのか」みたいなはい、はい、そういうの多分もう始まっちゃうと生まれないと思うんで早めに全部おさらいしといた方がいいかもしれないですね僕もまだ全部見れてないんで、まあ、ちなみに二次選考の動画ね平均40分かける ×40 本あるんで <laughs>、はい、全部見ようと思うと1600分必要なんで <laughs> <laughs> 時間をオー,バーしたやつがな結構,結構気合い入りますけどねいっぱいいるからな <laughs> <laughs> まあでも1600分ってあれかたった 20時間ちょい24時間とか全然全然じゃないですだから丸一日ずっと見続ければいけるんでねそうですね飲まず食わずで丸一日見てくれれば全部見終わるんで気楽に見れると思いますんで皆さん二次予選の動画も全部見といてもらえるとぜひ平日にお仕事とか休んだ時間とか使ってやっていただければ大丈夫だと思いますということで「ゆる学クトハウス」は視聴者に多大な犠牲を強いながら進んでいくプロジェクトということでうん まとめはそんな感じでよろしいですかねうん、大丈夫ですか逆に。<laughs> よろしくないですね <laughs>。はい、えー。皆さんにね、いい感じに価値を提供していきたいと思いますし、あの本当に面白いラジオが生まれたいい番組になったと思いますんで、うん、ぜひ、まずはこの概要欄のリンクからティザーをご覧いただければと思います。 そして「ゆるゲンワークラジオ」はそれに負けないように頑張るのでもし「ゆる言語ワークラジオ」の方を応援したいよという方ゆるガクトハウス」のチャンネル登録外していただいて低評価をしていただければ幸いです戦争みたいなことしたくないじゃんダメなんよ誕生した番組と戦い続けてたらさいいことないから切磋琢磨してい一緒にね両方とも押していただければ嬉しいですライバルとしてコラボしながらいい感じにやっていける箱を押しで皆さんそうしますエピソード1 はい、来週金曜日公開されるやつの見どころだけ言っとくと<お>みんんんなな大人でで気使っってて差し入れ持ってくるんですよ<ー>ただとあるホニャララ学ラジオの人だけがそれにちなんだものを持ってきてどれにちなんだものであそ,その自分の学問にあなるほどちなんだものを持ってきてはい、はい、みんな差し入れ持ってくるのと同じテンションで持ってくるせいで、うん、他の参加者全員に「えそれ食うんすか?」って聞かれて <laughs>「いや食わないっすよー!」 最初言ってたのに途中からめんどくさくなってあこれうまいんすよ <laughs> って言い出してますお。おお、わあこれちょっといだいぶヒントだぞ。<laughs> 誰だろうなっていうことでこれが何かを考えながら楽しみに二次選考を。 復習しておいてもらえればと思います例えばゲーム学ラジオの人ゲーム食べるみたいなそういうこと、ね、ああみたいなことですねバリバリ言いながらスイッチ食べるみたいなこと <laughs> これうまいんですよ怖いですねあの人がねあの大まましてみたいなねそういうことができるかもしれない <laughs> そういうことですはい、はい、ネクストコナンズヒント差し入れ <laughs> ということで、はい、また来週も見てくださいね以上ありがとうございましたありがとうございましたこのラジオは一回の言語オタクがゆるく楽しく言語の面白さを語るラジオです 自由気ままな言語トークですので、厳密な交渉は行っておりません。内容には諸説あります。ご了承の上、お聞きください。